多分偽物だと思います。液が油っぽいです。裏面見たらニキビて。ニキビでなくニキピ。さらには。中身出ない。中身が出ないという明らかな不良品も。今年7月、ツイッターで話題となった投稿。ロート製薬が販売するメラノ CC プレミアム美容液をフリマサイトで買ったところ、偽物だったというのです。メラノ CC は今年の上半期だけで50億円以上を売り上げた大ヒットシリーズなだけに、人気にあやかろうと偽物が出回っていて、ロート製薬も注意喚起する事態になっていました。そんな中、昨日メラノ CC の模倣品を販売した疑いで逮捕された女が捜査員に連れられ生野警察署に入ります。医薬品医療機器法違反などの疑いで大阪府警が風2歳容疑者を逮捕。メラノ CC の偽物5本を大阪府内に住む女性2人に合わせて5400円で販売した疑いが持たれています。警察が押収した商品はおよそ1600個。正規品と見比べてみても偽物だとは簡単にわからないほど精巧に作られています。風容疑者は調べに対し、頼まれて配送しただけです、偽物とは知りませんでしたと容疑を否認しています。警察によると、風容疑者が使っていたのもやはりフリマサイト。サイトを見てみると、数多くのメラノ CC が出品されていますが、この中にも偽物が紛れているのでしょうか。福岡県に住む A さん。今年6月にフリマアプリで購入したものが偽物でした。ちょっと私の方フリマアプリを持ち家でやってまして、でそちらの方が、まあ、ちょっと他のお店よりも 2,300 円ぐらいかな安かったので、一応お試しでそちらの方で購入しました。シミやそばかすの予防効果があると言われるビタミン C の成分に期待しましたが、使ってすぐに異変に気づいたと言います。目の下っていうのは皮膚が薄いので、なんかもうめちゃくちゃ赤くなったんですよ。私の子供にどうもないって聞いたら、ピリピリするでもうやめたいもんみたいな感じだったんですよ。購入した商品と正規品を比べてみると、本物だと結構この公式のサイトの中でも言われてるんですけど、こうやったらもちろん出ないんですよね、全然。で、押しても、もう本当に、しっかり押しても一滴ずつしか出ないんですよね。しっかり押して、一滴ですね。だけど、偽物は、もう押しもしないのに、出てきますよね。ボトボトボト。メラノ CC がこだわっている濃密な一滴も、偽物だと容器を押さずとも溢れてきます。また、よく見るとパッケージに記載されている文字がずれているなどの違いも。この偽物の中身は何なのか、専門家に調べてもらうと。こちらに、ヨウ素という物質の入った液体を用意しました。こちらはですね、ビタミン C とが混ざるとですね、無色になるという特徴があります。メラノ CC の最大のこだわりであるビタミン C は入っているのか。正規品を垂らすと、ヨウ素はすぐ青色に変化しますが、偽物は色は変わらず茶色のままです。さらに詳細に分析をすると。そのまま結果がこちらになるんですけれども、この赤いのが正規品です。純正品ですね。で、ピークが入りましたと。ビタミン C のピークのところに、正規品のピークがあるので、ですね、ビタミン C が含まれているということが分かります。偽物も測ってるんですけれども、何もなさすぎてまっすぐに見えちゃってるんで、はい。で、偽物はもう全く。そうですね、全く入っていないということが分かります。似たような成分が入っているとか、そういうことはなくて、そもそも人の肌に直接塗るような
油成分でおそらくないですし、具体的にどういう健康被害かってことまではね、検証今できていませんけれども、まあ、あれをもう肌に塗るっていうのはちょっとありえないかなというふうには思います。大きな健康被害を起こしかねない模倣品。ロート製薬は正規品を取り扱っている通販サイトや店舗で購入するよう呼びかけています。